はい。それではですね、今日はいよいよクリックパネル2.0の30日間、あ、20日になってました、今。指が。あ、30日ね。あ、30日あ、そう、ね。30日。30日。30日間、あ、2.0のね、今、2、2.02、です。あ、30日間、30日間ね。30日間無料トライアルアカウントっていうのがね、作れますので、そはれい。の、ファネル。それを、望月さんとね、一緒に解説をしていきたいなと思います。なんやかんやいろいろ入れうん。て喋っていこうっていう感じですね、今日はね。そうですね。本当にね、こういったパネルを一つね、見ていくだけでも全然こうやってやればいいんだとか、こういうやり方があるんだとか、そういうことがですね、すごくよくわかりますので、ぜひ参考にしていただけたらなと思いますので、じゃあやっていきましょうか。はい。これ、パネルハッカーになりましょうっていうことですあ、いいでね。すね。パネルアップにね。はい。はい。これで、が。これがね、最初のページですよね。30日間のトライアルの最初のページになるんですけど、これはまあ読んでいってもね、いいとは思いますけど、ビルド&ローンチということで、Your First Funnel。最初のパネルをローンチしましょう、作りましょうっ作っていう。てローンチしようよっていうね、ことを言ってます。はい。で、まあ、ラッセルのビデオがあって、ボタンがあって、で、いろいろこう、特典がね、すごくボリューミーな特典がついてるんですよ。この30日間トライアルに。これスクロールしていけばね、この特典全部説明されてますけど、ずっとじゃあ下まで下がっていっていただいて、で、こういったランディングページの構成とかも、英語でわかんない人は日本語に翻訳すればね、わかりますから、そういうのを参考にしてもらって、まあ、テスティモニアルがね、ここに貼ったりとか。はい、ですね。P5 で、days パネルチャレンジ。チャレンジね。これはね、我々も出ましたけど、かなり盛り上がったチャレンジでしたね、この5で。じゅんさん、現地で聞いてましたからね。僕はね、現地で聞いてました。デイ4、デイ5かな。は、現地で、ラッセルはそこで喋ってるのを聞きながらね、いました、ね。このチャレンジがついてますよ。Day 1パネルハッキング。Day 2 Your First パネル。最初のパネル。デイ3、Day 3フックスフトックーリスーオトフリオファー。ァー。めちゃくちゃ大事ですからね、めこちれはゃくちゃ大事ですね。もうフックスとリオファーなしにもう、ビジネスは語るなっていうぐらいですね。本当ですよね。Day 4がイレシスレセスティブルテブル、アーズ。広告の話ですね。Day 5, do it now. 今すぐやれ、みたいな。あと、プラスはフリーボーナスということで。まあ、ここでね、ゲストスピーカーの話とか、対談とか、まあ、そういったのが多分ボーナスでついてくるような感じですかね。グラント・カードンとかね、このディーン・グラジオ氏とかね。グラント・カードンはね、僕は生で、見ましたからね、そこに来たんで。そう、グラント・カードンもね、意外とね、めっちゃ紳士のね、いい方でね。すごい起業家なんですよ、グラントガードンって。10X カンファレンスですね。ラッセル、の。マイオンゴールアイロデン、ンゴールデン。彼もなんか有名みたいですけどね、彼もいましたね、現地トラビス・チャンバーズ、に。はい。で、あとはね、30 Days Book。これね、僕も何冊か持ってるんですけど、なぜか何冊か 何冊か 持ってて、そう、今ね、望月さん出してくれたやつ。これ、30日で、いろんな起業家が、いろんなそのローンチをね、していくっていう、まあ、その30日間で何をやったみたいなね。それが書いてあるんですね。Day 1なんちゃらして、Day 2なんちゃらして、みたいなね。そこで30日でローンチしてるっていう、そういうやつが、いろんな起業家のことが書かれています。その本がついてます。何十人、何十、20人ぐらい乗ってるんですよね、これ結構いましたよ、確か。ね。30人います。あ、30人。いや、めちゃくちゃこれもですね、まあ、全部英語ですけどね。そうそう。
そんなに、まあ、あれですけど、慣れない人には大変かもしれないです。うんうん、なんかあれですよね、その30日間の中で使ったツールみたいなのも確か出てませんでした？ありますよね。うん、まとめ。こういうのとこういうのとこういうののツールとしては使ったよみたいな、確か最後の、一人ずつの最後の方にね、確か出てたような気がしますけど。めちゃくちゃ、うん。うん、使います、これも。はい。まあ、置いてあるだけでもね、いいような感じですね。はい、まあまあ、それはいいです。あ、じゃあ次の見てみましょうか。次は30 days の後は、で、あ、クックブックね。クックブックですね。クックブックもこれはね、もう1.0の頃から、これもね、僕何冊かありますけど、クックブックはね、本当にすごく役立ちますよ。パネル戦略の、いろんなその、まあ、流れ、仕組みというか流れというかね、まあ、そういったものが、まあ、なんでクックブックっていうかというと、料理みたいに、その料理のレシピみたいに、パネルをね、作るっていう、そういう感じなんですね。例えば、プロダクトローンチパネルとか、これ今なんですか？リバーススクイーズ。リバーススクイーズページだったら、このパネルステップとこのパネルステップで、でしかもそのパネルステップの中には、こういうエレメントが入ってるよ、みたいな。そういうのが乗っかってるレシピですね。確か20何個のね、パネル戦略がレシピになってるんですよ。これをね、これを勉強するだけでもね、全然違います。ファネルのね、ことを、ファネル戦略を学ぶときにね、これは本当に役立つ、クックブックというね、本です。6です。ちなみにですね、30 days トライアルを、僕たちのね、紹介リンクからやってくれた人には、このクックブックの、僕が解説しているビデオを、はい。提供しますので、はい、いやー、楽しみですね。これはね、めちゃくちゃ役立ちますから、絶対読まなきゃいけないやつ。はい。で、これは、じゃあ、で、はい。で、下がっていって、ヘッドラインジェネレーターソフトウェアっていうのは、これはね、ちょっと僕ね、これ見てないけど、ね、パネルスクリプトのことかな、これね。パネルスクリプトもね、無料で使える部分とありますもんね。うん、そうそうそう。そのやつがこれかもしれない。あ、なるほど。はい。はい、次ですね。はい、次、リストビルディングシークレットっていう、これもね、ラッセルがやった、ウェブ講座のコンテンツですね。うん、これもね、確か僕ライブで見てましたね、確かね。あ、ライブっていうのは、ウェビナーですけど。はい。これもかなりね、いい内容だった記憶があります。うん。リストビルディングシークレット。で、あとは？これだけ？これで終わり？あ、これで終わり？あとなんかトニー・ロビンズのとかね、ありますよね。もうね。はい。はい。トニー・ロビンス。うん。あ、これ出てきましたね。あと雑談のとる。うん。これで全てじゃないですよ。うん。まだあるよってことですね。トニー・ロビンズのプライベートコレクションっていうね。これ1.0 のファネルフリックスでもね、見れてたやつですね、これね、トニー。出てましたね。うん、まあ、トニーも結構ラッセルのね、このクリックファネルのイベントには、ぼちぼち来てて、僕も2回ほど、うん、ファネルハッキングライブでトニーをね、見ましたけども、トニーの講義来ましたけど、はい。またね、登壇するんじゃないかなと思いますが。ただ、トニーを呼ぶにはね、ものすごいお金がかかるっていうところもあるので、ね、毎年毎年は来ないんじゃないかなと思うけども。はい。はい、いや、でも、すごくモチベーティブな。いやー、すごいですよ。やっぱね、トニーで終わるべきだと思いますけどね、ファネルハッキングライブは。やっぱ泣き出しちゃう人とか結構やっぱ多いですよ。なんか高まっちゃってね。はいはいはい。うん。周り見てたらなんか泣いてるみたいな感じ。うん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 。いやー、行きたいですね。いやー、すごいいいんですよね。はい。はい、そんなトニー・ロビンスがビデオで見れると。うん、そうですね。まあ、英語で大変です、うん。英語ですけども。はい。はい、で、トニー・ロビンスがあって、うん、内容はね、なんかいろいろあるみたいですけど、うん、はい、で、ダン・ケネディのね。まあ、ダン・ケネディの。まあ、ラッセルがね、マグネティックマーケティングをね、こう、買収してますから、
ダン・ケネディのコンテンツはこうね、これからどんどん得点とかボーナスで入ってくるんでしょうけど、はい、まあ、今回もこれ得点に入ってますね、ダン・ケネディは。まあもうダン・ケネディといえば本当にマーケティングの中で神様みたいなところもありますからね。うん。そうですね。DRM はダン・ケネディですもんね。うん、そうだね。なんか一般の会社のね、会社員に聞いても全然みんな知らないですけどね。そうですね。マーケティング好きな人はね、ダン・ケネディやね、何でしたっけ、ダイレクト出版社とかの本で、ね、知ってたりするかもしれないです。はい。じゃあ、バリュースタックが出るかな？こう、すべて。まだありました。あとね、T シャツですね。Exclusive これ、Click Funnel Hacker T シャツ。これです、ね。T シャツ。あ、もじぎさん着てるですね。この画像とは若干異なるけどもっていう。若干その字のバランスは異なるけども。で、背中にこのマーク入ってますね。入ってます。入ってます。で、これで、じゃあ、こうね、無フリーですよと。T シャツもトニー・ロビンズのビデオも、ファネル、リストビルディング、シークレットも、30日間の無料トライアルも、クックブックも、いろいろね、入っていまして、あ、こういうふうに、バリュースタックがね、こうやって出てますけど、これは結構日本の企業がやんないですよね。やんないですね、ね。これをやんないと、やっぱりその、何が含まれていて、どんな価値があるのかっていうのが、やっぱりわからないから、でも、間違えてやっちゃいけないのは、このバリューとかって、いわゆる価値を示してるわけじゃないですか、これ。で、価値を示してるんだけど、価値を示してるっていうような表記にしないで、いくらとかね、書いちゃうと、まあ、例えばなんか本当はいくらで売ってるのがこの価格ですよっていうふうに示してはやっぱいけないんですよね。ね、これはまあやっちゃいけないことなんで、ちゃんとバリューとかこれぐらいの価値ですとか、そういう表記にしなきゃいけないから、そこは価値を示してくださいということなんで、バリュースタックですね。バリューが積み重なっていったもの。で、トータルバリューが8745ドル。ということは、だいたい、まあバリュー的に言ったら、10万円ぐらいの 10万ぐらいですね。価12値、サプリね。価値があるんですよと。あ、12万じゃないか。8000なのあ、で、80万か。ごめんなさい。あ、90万か。100万か。122万円ぐらい。122万円ぐらいの価値がありますということで、はい。そのぐらいの価値があるようなものをあげますよ。無料トライアルで、ね。Today for free ですからフリー。ね。まあ、フリーだけど、そのカッコでね、見てみると。ジャストカバー29.95。これはシッピングとね、送んなきゃいけない、その輸送料があるからっていうことで、はい、もちろんその海外の輸送はもっと高くなりますから、60何ドルかかると思うんですけど、それは別でかかりますよと一応、ただし書きがね、そうに書かれていますね。ラストのキャッチが。はい。これで、そうですね。まあ、お決まりのね、30日間のマネーバックギャランティーがついてますから、30日間返金保証っていうのがね、ついてますと。確かこの下行くとね、あれ、ないか。あ、これ30日間のサポートフォーサクセスなんで、なんかわかんないことは、こうね、いろんなテクニカルなこと聞けますよっていうのがついてますと。で、この下、はい。365日ギャランティーですよ。My iron clad 365 day guarantee. It launches my funnels as you would like. ちょっとわからないんで、チート使いましょうか。要するに365日使い間方ので保証がついてますよ。これでだから、もし、これで多分、気に入らないんだったらっていうのはありますよね。あ、これか。Then I'll still return your イニシャルインベスト。initial investment なんで、ここで結局、返金保証をつけているということなんですよ。365日返金保証。
1年返金保証。1年返金保証ですかね。これも、なかまあ、なないかです。ないですよね。30日はね、よくもうなんか、お決まりのこう、ね、感じでポチッとつけてるね、パネルってよく見ますけど、365日保証つけてるってなかなか見ないですよね。ない、ない、ない。なか初なめか。て見ました、僕は。僕も初めて見ました、これで。さすがに1年使って、なんか、あれですよね、パネルバンバン作って売り上げ上げて、お金返しねって言って。だから結局これでほら、365日使って、パネル作って、でもなかなか売り上がんなか、売り上がらない、もうダメだと。人だけがそうしたね。ら、じゃあ返金してあげますよっていうね。まあそういう、まあそうはならないですからね。普通にパネルしっかり作ってローンチしていけば、それならないので、まあ普通ならないんですけど、でもこういうのはついてますと。まあ、すごいと。すごいですよ。すごいですよね。Just say maybe. まあ、迷ってる人に対してのね、最まあ、後のね、最最後後のに欲こうしいで言すよ葉。ね。もし、maybe ってもしくは、そうかもねって思ってる、できるかもねと思ってるんだったらっていう話を書いたりして。まあ、これだけのものがあるから、できるって、約束するよっていうこしまとすね。よっていうことなんですよね。出すね。で、もう一回バリュースタックが出て。で、PS とね、PPS がね、そこに出てきて。まあ、大体ありますね、そのね。で、あとはその後下に行って、FAQ がね、ね、あると。A ボタンを押すと。で、そうするとどうなるかですね。そうすると、一応ボタンを押すと、あ、これだ。これですね。ここでポップアップが出て、ここでメールアドレスを登録して、次のページに遷移します。次はオーダーフォームですね。で、次のページでオーダーフォームで、オーダーフォームを入れてくださいということで、とりあえずね、オプトインができましたよってやるところで、ここでオーダーフォームでフォーム入れて、それでやっていくんですけど、で。これがね。必須すべきはというのは、オーダーバンプですよね。オーダーバンプ。これ2.0のこれ、あれで作られてますけど、2.0のオーダーバンプってこういう感じなんですよ。この選ぶ感じで付けれて。で、今これね、T シャツとこの 30days の本とクックブックが、もらえますかどうですかってやつですね。で、これデフォルトでこれ確かオンになってる。オンです、オンでこれす。デフォルトでオンにするっていう設定も確かあるんですよ。なんで、これ、そう。で、これで、デフォルトでカートに入ってるんで、それはこう、そうこう入そっうそてるんう、で入ってる。そう。だから、これ外さなきゃいけないですね。いらない人はね。クリックして外さなきゃいけないですね。すね。僕、初めてこれを見たとき、どうやって外すのかわからなくて、って5分ぐらい悩んだ覚えうん。はい。はいはいはい。この、T シャツのサイズしか変えられないですよ。しかも、このまま行っちゃったら X スモールだか そうなんですよね。クソラスモらね。エクストラスモール来ちゃったら嫌ですよね。子供に渡さなきゃいけないかールですね。子ら。供もパネルハッカーになりますね。そうですね。だからもうデフォルトで、こうなんかページにこうね、オーダーフォームに来た人とか、オーダーフォームに、まあ、オーダーバンプをね、レジ前商品つけるじゃないですか。レジ前商品つけるときに、デフォルトでもカートに入ってるよっていう仕組みにできるんですね。もちろん入ってないよっていう仕組みもできますけど。で、そうすると入れてて、要するに、望月さんとかね、なんかほら、この箱、誰、あ、望月さんじゃないか、違う人か誰かが、また届きましたみたいな。ああ、言ってます。この結構。また届いたんですけど、みたいな。そういうのがあるのは、こういうので、まあ、知らず知らずというかね、これ悪気があってじゃないですけどね。こういうの、申し込んでしまっているという。感じです。で、これで本もね、もし申し込みたい場合は、そこで add to order で、追加をね、本もカートに追加して、オーダーサマリーに入ってる感じになりどうでますか。ね、はい、3商品入るってこ3商品入ると140、無料なのにね、146.9ドル買うことになるわけなんで、これは
本当にすごい戦略ですよね。無料で申し込むって、トライアルをね、申し込むのに、146.9ドル払うっていうのが。いやー、すごいですよね。本当これに。はね、やっぱそういうのっていうのはね、やっぱ、皆さんも、戦略的に使うべきでですよすね。ね。うん。うん。まあ、例えばなんか自分のオンラインサロンとかに無料トライアルで入れますっていうような形でやったときに、じゃあ T シャツを、とかね、そういうのをこう、用意されて。用意して買いませんか。で、プラスでもっと違うな、みたいな。そうすると無料トライアルなのになんか売り上げがかなり出てるみたいなね。そんな感じに持っていけると。はい。まあ、これカードを入れて、で、コンプリートオーダーをする押と。すと、次のページに行きます。ここでもさっきね、最後出てたことがそうですこう書ね。うん、出てます。ここも365日はありましたよね、確かね。いてありますああ、ありまね。すね。うん、ここでなかったらね、なんか。まあ、なので、最後の、リスクリバーサルっていうか、保証のところ、ギャランティーのところは全部3つ書いてありますね。そうですね。保証と体験者の声と、FAQ。と、FAQ ですね。うん。うん。これもやっぱオーダー4のページには結構ありますよね、ちゃんとね。はいはい、そうですね。で、まあ、これでオーダーすると、次のこれですね。はい。これはワンタイムオファーまですた、ね。ワンタイムオファー。で、このワンタイムオファーは、まあ、ラッセルがこうビデオで話してるんですけど、ビデオで話していて、で、どんな商品かっていうとですね、このトラフィックシークレットの、コースを買いませんかと、ビデオコンテンツですね。まあ、メンバーシップに入ったコンテンツ。で、それを買いませんかということで、297ドルで買えます。まあ、で、こんなコンテンツですよっていうのを説明が。で、これボタンがワンクリックアップセルなんで、注意しなきゃいけないんですから、ワンクリックでこれ買えちゃいますので、これをポチッと押すとね、もう買えちゃうんで、変えちゃいますから買えちゃね。うんで、間違えて押しても、返金してくださいは結構難しいですからね、こういうのは。その下のなんか、ノーサンクスラッセルって書いてある文章、これがリンクになってて、これを押すと次のページに進みますという感じですね。まあ、ファネルとページとしては、まあ、メッセージラッセルのどんな、ね、話があって、まあ、トラフィックが欲しいトですラフィッか？クで。トラフィックシークレッツライブ。How to run Facebook アド。まあ、正しくね、Facebook アド、広告をやる方法みたいなのとか。トラフィックファウンデーションだから基礎とかですアドデザインと Google タグマネージャーとかね、書いてますね、ここかね。ね。マーケットディスカバリー、コピーライティングシークレッツ、イまあメール。まあ、まあ、ボリュームとしてはすごくね、いろいろ入ってるから、まあ、すごいコンテンツなんですよね、これもね。すごいな。じゃあ、これを欲しいかどうかって言って、まあ、結局そのボタンでね、ワンクリックで書いてる。まあ、ここもまたバリュースタック、バリュースタックないか。こうやって書いてあって、内容が書いてあるんですね、いろいろね。で、そのボタンはまたワンクリックアップセルだから押しちゃうと買えます。で、またこれ返金保証がね、ついてまして。ディズギャランティーがあって、これがいやらこしいれな。がね、これはやっぱりこの、これをトラフィックシークレットのコースをね、買うことで、学ぶことで、この、アワードをね、ね、取れる、チャンスが出てくるかもよ、みたいな。ここにそう入るね。のはあなたじゃないの？みたいな感じですね。Are you next? っていうね。あなたじゃない、次はっていう。これはね、本当に、こう、なんか、そうなりたいっていう風な、こう、願望をこう、湧き立てるというかね、こう、刺激するようなですね。もう画像。巻き込みですね、本当にね。で、じゃあこれで、まあでもこれ買いませんと。で、ここでノーサンクスラッセルって押すと、またね、もう一回ワンタイムオファー2が来ます。で、このワンタイムオファー2は、またちょっと下に下がっていってもらうと、今度はね、こう2つを選択するような感じになってて、これクリックできないですよね、そこはね。
れはね、こうクリックこれクリックできなくて、見てもらうと、右側が黒い枠で、左側がなんかグレーの枠じゃないですか。要するに、おすすめの方をはっきりと枠をつけてる。っていう感じですね。うん、そうですね、はい。要するに、こっちを買ってほしいわけですよね。この497ドルの 10X トレーニングコースを買ってほしい。でも、左側には、オプション1として7ドルの、あの、パーフェクトウェビナースクリプトってね、7ドルのコースがある。たった1000円ですからね、これね。まあね、これぐらい買っとこうかな、みたいに。うん。そういう思いをね、こう、抱いてしまうよ。くすぐられちゃいますね、これね。7ドルか。コンビニでお弁当買うぐらいですからね。お弁当買って飲み物買ったら結構くらいになるから、ね。なりますね。うん、まあでもね、こちらもいつもね、レギュラープライス通常価格が、4970ドルが、うん、10分の1の497ですからね、うん。それだけ見てもめちゃくちゃ安いなと思いますけど、ね。そうね。これあのレギュラープライスっていうのはこれ本当に売った時の価格。うん、前にこれで売った時があるからですね。うん。あの、バリュースタックじゃないですね、それに。そうですよね。バリュー価格じゃなくて、バリューじゃなくて、本当に売った場合はそれに書いてますね。うん、うん。うんだから過去に買った人にとってはね、ちょっと、多い感じではありますけど。はい。そこは、まあ、ですよね。はい。なので、これとこれどっちか買えますよっていうことで、どうすんのっていう、どっちか選んでアップグレードしてくださいっていうことで、こう、二つね、こう選ぶ、どっちかを選ぶっていうボタンがあって、でそれをどっちか選ぶと、その、ワンクリックアップセルがね、またできちゃう。うん。これはね、クラシックにはなかったですもんね。あの 1.0 の時は、こういったのは、うんえ。アップグレードの商品を選べるってことはなかったですもんね。そうですね。あの、ワンタイムオファーの商品、あの、OTO のね、商品はもう、あの、一つでしたからね。ただ、マルチ OTO みたいな形で、あの、うん、バンプか、マルチバンプみたいな感じで、うん、ワンタイムオファーのバンプは、あの、CA プロツールス使えばできたんですね。まあ、あとにもそのままバニラで何も使わない場合ですと、それができなかったんで。うん、できない。まあ、でもこれがネイティブにそのまま使えるってことはいいですね。うんうんうん、で、じゃあこれでノーサンクスってやるとどうなるかっていうと。なんかまあ下もいっぱい書いてあります。あ、ごめんなさい。下もいっぱい書いてあります。If you sell literally ですね。な上手に売りたいと思ったら。うんうんまあ、このパーフェクトウェビナーもね、かなりこう、すごくいいコンテンツですよ。これラッセルの。うん、本当に自信持ってるコンテンツ。だから、ね、このパーフェクトウェビナーね。あパーフェクトウェビナー、僕も使ってますけど、やっぱいいですよね。うんやっぱスクリプトとして、これね、ちょうど絵が出てますけど、まさにそんな感じでやっていくと、本当にね、ウェビナーとして、すごくいいウェビナーが出来上がりますから、そういうのは参考にしてみてね、いければいいかなと思いますか。うん。オンステージ、オン、うん、どこでね、使えるかですね。ステージ、ウェビナーでもいいですし、Facebook、うん、インスタライブでもいいですし、うん、セルセルターでもいいですし、ね、うん。イベントでもいいしね、っていうね。感じですね。うん、パーソンね。あ、そう。これは1対1でね。お客さん。そうそうそう。1対1で、イベントじゃないね。はい。あと、あ、これ、FAQ なのかな。あ、違う。Hey, トラスアゲン、トリー。大学生ね、そうそうこの坊主頭のね。でもよくアメリカの企業家って、このフェーズもそうだけど、過去の自分とその今の自分っていうのを比較するっていうのがよくありますよね。ですね。これだったけど、こうなったんだよ、みたいな。うん、そうね、ここ、めっちゃ緊張しいだった時の写真を見てくれっていう。どうみたいなことを考えてる。これでもね、そう、本当にこのラッセルはね、イベントの時とか、ウェビナーとかでよくこれを出すんだけど、実際のこのビデオを出すんですよね。はい。自分が、これ喋ってるビデオ。
それ見るとね、本当面白いですけど。結構たどたどしい感じで、たなどんたか、どしいですよ、それは。喋ってますよね、これね、いつもね。それがこうなっちゃうんだぐらいの変化がありますからね、ラッセルの場合は特に。今のラッセルのセミナーのとか、それこそね、こういう、ビデオコンテンツとか見てると、もう矢継ぎ早にめちゃくちゃ喋りますもんね。大変、聞き取るのが大変なぐらい。あ、これがね、この 10X カンファレンスの、このグランドカードのね、イベントで、この3.2ミリオンダラー売ったっていうね。すごいですよね。これはね、なんか伝説になってるんですよね。このたった90分のセールスで3.2ミリオンダラーをセールスしたっていう、この、ね、スクリプトってそことですよね。う。そう。で、これをほら野球場でやってるんですよね、このグラントカードンっていう、こう。野野球球、のアリーナとかじゃないですか、なんか野こ球のスタジアムとかでやるんですよ、これ。の。おー、すげえで、な。ぐわーっとね、こう、もう、あれして、すごい数の人がね、来るようなカンファレンスです。でも、ラッセルが言ったのは、ちょっとね、声がやっぱり、ね、届きにくいって言ってましたね。で、ね、この時はね、良かったんですよ。3.2億。で、もう、確かね、翌年もね、同じこれに出て、翌年はね、確か1点何億しか売れなかったとかっていう感じだったと思うんだけど、その失敗談もね、ラッセルがなんか、コンテンツにしてましたけど、やっぱね、届かないっていうのを言ってましたね。多すぎて人が。で、ラッセルはね、5000人ぐらいがベストだって言ってました。キャパとして。まあなそうんいっか、た、ね、FHL はあんまり大きくしない、ファネルハッキングライブは大きくしそう。ファネルハッキングライブはもう5000をマックスとして設計してるっていうのはもうずっと前から言ってたんで。5000人ぐらい。まあ、その秘密は、パーフェクトウェビナースクリプトですよ。いや、そんなこと言われたら、やっぱ欲しくなりますまあ、よそれは欲しくなりますね。ね。ここで3、ね、90分で3点、ね、2ミリオンダラ売った。まあ、今だったら日本円で4億ぐらいですか？そうですね。3.5 億とか。そうですね。いや、かなり。それを、のスクリプトがね、こう、どういうふうにしてこう売ったんだって、そのセールスの手法を教えてくれるわけで、このコンテンツでね。いや、めちゃくちゃすごいです。あ、このね、あ、こ MIG れ。の、すごいですからね。まあ、いろいろ入ってます。で、追加でね、10X 推してくると思いますよ。ちょっと長くなってきちゃうかな。これも、あれですね、ゲストスピーカーがいっぱいいて、してる感じ。レディーボス。MIG、これもね、すごいですこね。れね、石鹸をね。なんか、あれですもんね、この MIG のジェミークロスは、なんか、割とこう、田舎でオーガニックなものを使うっそうそていう人ですもんう。ね。そう、すごいですよで、ね。結局、その石鹸を売って、こう、まあ、アクリルパネルを使ってね。パネルを使って石鹸を売って。まあ、ただ単純にただ石鹸を売ってただけなんだけど、パネルで売り出したことによって、すごい、こう、収益が倍増したっていう、そういったエピソードです。ミスターミ X。スター X だね。誰なんだろうっていう。もう見るのも大変ですけどね、このランディングページ、このページだけ見るのも大変ですけど。でも、おさらいですね、最後ね。どっちなのってことですね。で、これでじゃあノーサンクスってじゃあやった時にどうなるかっていうとですね、今度ポップアップが出て、ちょっと待ってよ。ということで、これを、197ドルの3回払いで、買えるよっていうね。
トータルね、600ドルぐらいになるんで、ちょっと高めになります。100ドルぐらい高くなりますけど、でも、それならって思う人はいるかもしそうですね。要するに、分割決済を、ダウンセルみたいなもんですかね。ダウンセルみたいなもので、この、じゃあ、10X シークレットトレーニングコース、プラス、これだから、パーフェクトウェビナースクリプトもついてますからね、これ、今回は。ね、どっちかじゃなくて。それでこれを、じゃあ、買いませんかっていうオファーですね。このいわゆるダウンセルはね、やっぱこう、決済プランで持っていくことが多いですよね。ダウンセル違う商品でやることってあんま見ないですね。ダウンセルって大体、アップセルで出したコンテンツの分割決済とかっていうのが多いんですけど、ダメなパターンは、よくあるね、ダメなパネルのパターンは、例えば497ドルで売ってたやつをダウンセルで半額でいいよみたいに言っちゃう人いるんですよ。それで、ね、ちょっとやっぱダメだと思うんですよね。やっぱ嘘つきって思います。嘘つきですよね。その、ね、前のページで買っちゃってたらどうすんのみたいな話だから、で、それを結構繰り返す、アジア系アメリカ人なんてよくやりますよ、それ。アップセル6とかまであるみたいなね。もう際限なくアップセル来て、もう何が何だか分かんなくなっちゃうみたいなパターンで。で、これでじゃあ、買うなり買わないなりでいくと、最終的には、オーダーカンファーメーションっていう、これ買いましたよっていう、このね、オーダーカンファーメーションに行きますと。で、ここで、クリックファンデル2.0のアカウントはメールで届きますし、さっきのトニー・ロビンズのとか、ダン・ケネディのとか、そういうのも、メールで、アクセスが届きますので、メールホルダーを確認して、そこからトライアルのアカウントを作っていくと、いう感じになります。いや、面白いですね、やっぱ。なので、今回のこの、2.0が結構使われているファネルですけど、クリックファネル2.0の、実際に無料トライアルを作るアカウントだから、なんで、なんかトリップワイヤーファネルなのかな？何なのかな？無料、なんて言ったらいいのかな？ちょっとファネル名としては、戦略名としてはわかんないけども。でも、普通はね、こういったソフトウェアの無料トライアルって、それだけをね、オファーそうしですて、ね。とりあえず使ってみてくださいみたいな感じじゃないですか。でもそこが、ただそれだけじゃなくて、関連商品を売りながらそれを使う。アカウントを作ってもらうみたいなね。そういったところもやっぱ一般のソフトウェアをね、使ってる会社とかね、そういった人たちはこう、参考にするべきなんじゃないかと思うし、我々もソフトウェアじゃなくても、オンラインサロンとか、メンバーシップとか、そういったのをやるときにはこういうのをよく採用すればいいかなと、思います。いや、本当に、でも2.0でしかできないことが、もりもりたくさんここにね、詰まってるから、1.0ばっかり、クラシックをずっと使っている人でも、やっぱこういうことできるんだって思うだけでも、やっぱ2.0使いたくなるかなっていうのはね、ありますよね、なんかね。そうですね。僕ももう、今1.0なんかもう触りたくなくなっちゃいましたからね。やっぱ2.0でいっぱいパネル作ってるから、今。2.0のエディターとページエディターと1.0のページエディターで、やっぱ全然違うんですよ。いや、違いますよ。ねえ。それでもう2.0に慣れちゃうと、めんどくさいなとかってなっちゃうっていう 感じなんで、やっぱ2.0はね、すごい推奨。できます。もういろんな、いろんな、もう細かいところに手が届きますからね。いや、本当に、スピーディーにできますよ、それ。間違いなく。またその辺のね、エディターも話し出したらもう終わんないですから、ないですね。また別のところでエディターについては話したいと思うんで、また違うビデオを楽しみにしておいていただければと思います。ということで、じゃあ今日は、クリックファネル2.0の、3次トライアルのね。単純にストライアルのファネルを、話をしてみました。またこういったファネルハッキング的なね、ビデオ面も出白して、いのがあれば、ぜひどんどんやっていきましょやっていきたいと思うんで、またぜひ見てください。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、それではまたお会いしましょう。